アーセナルの3人目の日本人ターゲットが判明。スペインメディアフチェイジズは4月25日、アーセナル、久保獲得に失敗した場合の日本人のプラン B と見出しを打った記事を掲載。レアルソシエダの選手がお気に入りだが、エミレーツは代替選手を検討中だと伝えた。同メディアが代替選手として名前を挙げたのが、ブライトンの三笘薫だ。アーセナルは来シーズンに向けて十分に競争力のあるチームを編成するための最善の方法を依然として模索しており、日本人の三笘薫はスペイン人監督ミケル・アルテタが支持した目玉選手の一人となっていると綴っている。左はマルティネッリ、トロサールといるからな。久保に関してはアーセナルからしたら補強ポジションを一気にカバーできるから欲しいだろうな。久保が取れなかったら三笘って、ポジション考えてるのか？また三笘とトロサールがポジション争いを。久保の代替案の日本人なら右の伊藤じゃないか？でも久保の共演はぜひ見てみたい。日本人が欲しいだったら行かない方がいい。マーケティングだけだから。三笘は、マンユーなような気がする。ポステコグルーのトッテナムの方が可能性あるんじゃないかな。こちらは日本サッカー放送室です。これからもサッカーの面白ネタを更新していくので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。